は回収率 100% 超えるぞ。インチケットミッドナイト経理、今夜は小倉 F2 初日をお送りします。よろしくお願いします。安定に今日も近いんです。毎回お決まりになってる。よろしくお願いします。はじめまして。はじめましてです。インディアスです。初登場でございます。お願いします。よろしくお願いします。経理自体は初めてなんですか。いやこれねないんですよ、はい、経験が。今回この番組で初めてですか。そうなんですよ。なんですよ。見たこともないのでめっちゃ楽しみです今。あ本当ですか。そうなんです。気持ちだけでもと思って自転車で来ました今日は。あれすごい。競輪の気持ちで。今日かなり寒かったですけど。かなり寒かったです。大丈夫でした。いや大丈夫でした。なんかあの楽しみな気持ちで体が温かくなってましたんで。はい、なんとか耐えました。はい。良かったです。なんか M1 決勝進出されたんですよね。あえ？いや A じゃない。ちょっと間違えたじゃないですか。数えていきます。しんどい。数えていきますよ。まず人笑いです。しんどいそんな。すごい。出させていただきましたね去年。見てくれましたか。はい。あ、ありがとう。え？え？ほんまですか。だって知らん言い方やったもん。知らん言い方なんで。去年のM1グランプリの決勝みたいな。すごい不安げやったから。ちょっとやめてそれ。見てくださいよ。嫌なスタート。ちょっと切り替えていきましょう。萩原美沙選手以下ご覧のメンバーです。はい、2社3社2社の3分線ですね。でもここ本当に17ありますね。 LINE ですし。ほんまや。そうなんですよ、ね、しかもやっと来たよこれ17。得点も強いし、はい、マジや。だって1、あ、もう7も強い、1も強い。そうなんですよ。でだからで直近の成績も結構いいので、その2着とか 2着あ、そうか、これ直近なんですね。そう、これ直近で、これ1着、こんなのも1着なんで、17折り返し多分人気になるんで、一番人気ですね。そうですね、2社単でドーンと買うか、3連単で、まあ、17以外も買うんだったら3連単にした方がいいとか。71が一番人気。7117が人気ですね。はい、タブちゃんとりあえずじゃあ、あ、僕、はい、はい、タブさんお願いします。ちょっとあの中途半端にちょっとなっちゃったんですけど、500ポイントで、712で、600ポイントで713でございます。はい、はい、なんこれちょっと僕ね正直もう当てたすぎて結構人気のところですよね。はい、ちょっとマジで一回めちゃくちゃ固くいってみます。はい、はい、私はじゃあちょっと発表しちゃっていいですか。はい、私が、3連単で17折り返しで3着に34で、3号折り返しで17、うん、であと421と427で、713のみあのちょっとオッズが低かったので、うん、1500ポイント買って計6000ポイントですね。結構かけてますね。6000ポイントですね。ずっともう5、6000かけてるのに当たらないんでドカンとね。でももう逆に折れれなくなったって。なるほど、後に引けないと。後に引けないですね。当てなきゃっていう。さあ、ここで結果が確定しました。2社単71480円、3連単712-1630円でした。おー、やったぜ。おめでとうございます。いやだー、いやだー。いやだー。さあ、そして私も当たりました。わしょーい。すごい、はい、おめでとうございます。ちょっとめっちゃ起きました。いやー、ほんとマサさんも見事当たっています。いや、すごい。マサさんマジですげえな。え、すごい。めっちゃ浮きましたよ。こうなりましたよ。これはすごくないですか。プラス戻った。では改めてこれじゃない？え、はい、お花、あ、お花つけてください。ついにここにお花つけていいんや。やった、はい、どこつけとんねん。あんねん、あんねん、もうよっしゃ、花ついた。おめでとうございます。よっしゃ、嬉しい。めっちゃええやんこれ。イエーイ。1番から古賀亮介選手以下ご覧のメンバーです。3社2社2社の3分線、はい、714ラインがやはりありそうですね。ラインのまんまってことありますよね。やばい、3連単で714が3倍にまで下がってます。3倍だから、あの3連単で3倍ってめちゃめちゃ人気どころです。かなり倍率としてはすごく低いですね。低い、だからこのまま714買うんだったら1点とかにしないと、もしかしたらガミっちゃうかもしれない。マジか。やばいね。ちょっとじゃあ買ったので、はい、お願いします。あの久しぶりにもう固くいきます、はい、もうガチガチかなって思うので、ちょっと本当はボックスで買いたかったんですけど、
ちょっとここはもうオッズが低すぎるのです。もう714と174。なるほど。で買いましたね。でももう残りのお金がちょっと私なさすぎるので勝負しすぎましたね。ちょっと勝負を飛ばしすぎてしすぎたので、あの残りのちょっと4レース、あ3レースに備えてちょっとここは、はい、なるほど、ちょっと抑え気味で。でも気持ちいいな、気持ちいい勝負するな。いやそうなんですよね、もう後戻りができないんですよ。後戻りができない。しかもだって負けたら、はい、同じ額かけないと戻らないじゃないですか、うん、この確かにね、ってなってくる。ずっとうろちょろしてるんですよ、この辺を最近。なるほどなるほど。お前王様ぐらい金使うやん。何やねん、やめろやお前。増えたんや。ちょっと待ってよお前。ええやろ、何してんねん。増えたんや。浮いたからって調子どんな。ええやろそんな。こいつあかんわ。やばいですね、ちょっとギャンブラーの匂いが。何やねんこいつ。それでは発表お願いします。はい、お願いします。はい、こちらです。まず、我々なんですけども、田淵の方がですね、714、もうガチガチのところに3000ポイント。同じ、もう1点張りでいきます。で、キムがこれが、714に3000。ちっちゃく書いてるけど僕と同じやつ書いてるんですね。僕がしょぼく見えますね。はい、で、74、はい、ちょっと穴の方に500。あ、どこかね。穴の意味分かってるやろ。で、1000ポイントで、で、176に1000ポイント、はい、うん、あと753に500ポイント、あと、あの松田さんと一緒の571に500ポイント、はい、なるほど。ちょっと今回はさっき買ったので、まあ調子乗ってるっていう言い方したらあれなんですけど、波に乗った感じで調子乗ってるって、ね、さあ4レースの結果が確定しました。はい、2車単71190円、3連単714330円でした。はい、おめでとうございます。的中的中。いやいや、これすごいぞ。あら、また激増え、激増えよ、激増えちゃん、すごい、すごい、激増えちゃん、これすごいぞ。ちなみにマサさんも的中しています。こうなりましたよ。はい、おめでとうございます。さあ、ポイント見ていきましょう。はい、ま、すごい、これがこうなりました。激増えちゃん、これすごい。スタートから2万ポイントも、うん、ね、増えてます。これはのこのこ頑張りました。キムがね、この下のいろいろ3500ポイント使った分はあったんですけど、はい、2人とも714に3000ポイントいってたのがでかかったですね。いや、本当ですね、はいはい、これすごいですね、はい、よかったです、嬉しい。コンビならではの、そうですね、ここまで一緒にやってきて、ね、一緒に歩んできた甲斐があったなと思います、ね。はい、饒舌やな。さあ、西原さんも少し戻しましたね。ちょっと戻ってきました。ちょっと戻ってきました。花がつきました。よかった。よかったよかった。これで一回みんな今日は花つきましたもんね。そうですね。よかったよかった。よかった。よかった。これで平和に帰れますね。やばい、まだあった。ビエン。それな。ビエン。それな、ビエン。ヒエン。ヒエン、ヒエン、ヒエン、ヒエンって何？だから何みたいに言うとしたのか。ヒエンって何？ヒエンって何ですか？引いてるやん。ヒエンって何？みんなを引かすな、お前。引かんといてくださいよ、ニッシャン。ニッシャン引いたの初めて見た。ニッシャン引かんの。さあ、第6レース見ていきましょうか。はい、第6レースの出走表ご覧のようになっています。1番から成田直樹選手、以下ご覧のメンバーです。減ったな。ちょくちょ。あ、減ったな。まあでもまあまあ、まだ今のところ浮きは浮きだから。やばー。また戻りましたね。やばー。え、ちょっと、ニッシャン怒りすぎじゃない？なかなか痺れますね。ニッシャン怒れてるね。さあ、AR で並び見ていきましょう。はい。はい、お、ここは4社で G ラインつけてるんですね。え、これ4社っていうこともあるんですね。あるんですよ。421？ 4社、2社、1社の2分線です。4社？はい。私が714、715で、ちょっとお金がなさすぎるので2500ポイントだけ。毎回言うのやめてこれ。本当にどん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 なくなっていくんですよ。本当はあのもっといっぱい買いたかったですし、174も買おうと思ってたんですけど、うんうん、ちょっとなんか2000ポイント買っても1900円ぐらいしか増えなかったので、うん、ちょっとここはあの7の115期の若い選手にかけて7頭にしてみました。こんな感じです。はい、なるほど。こんなに絞ったのが久しぶりですね。
結構そうですよね、海面いつもより少ないですよね。うもうなんか来ない息しかしなくなってなんかちょっと硬いですね。硬かった。あ、でもさっきのレースは、いや、ぼちぼち来そうやけどな。まあね。けどもう言ってこれ6レース？そうですよ、ね、やばいやばい、あっという間。確かに、あと7レースやりたい。お、多いな。ほんまに多い。めっちゃおもろい。確かにね、面白いね。おもろいよな、うん、でも7信用できるかっていうコメントもありますね。怖いな。でも確かに1の方が勝率と得点は高いんですよね。ちょっと、はい、今日のレースなんですけど、はい、1レース以外2レースから5レース全部7-1。え、ほんま7-1。いや、やばい。みっちゃんが言ってた通りやん。7-1ですよ、7-1ですよ、今日はもう。ほんまに言ってた通りやん。ザ・コクラですね。すごいね。ザ・コクラです。ザ・コクラです。1レース目が始まる前に7-1が多いんですよっていう話してて、1レース目だけ7-1じゃなかったってことやんの。そうです、そうです、そうです。その後ずっとやん。やばいですね。やっぱ7-1なんやって。7-1ですね、今日は。3着どれにするかって感じです。そうですね、7-1ね。いや、こんなに7-1がブレブレじじいやん。1、2着で決まってることないですよね。よし、じゃこれでいきます。これ初めて見ました。投票締め切り、ここで残り3分となりました。はい、いきました。はい、僕ら負けました。私田淵がですね、2500ポイントずつで714174で、この2点でいきます。はい、私は714に2000ポイントで、やっぱイナゴ来るっていうのは175に500ポイントで、先ほどみたいにちょっと別のね、うん、方が来てくれたら嬉しいなっていうので716、うん、まあ、メロンちゃんが来てくれたら嬉しい。メロンちゃん、あとは471ですね。この4が来る可能性もなきにしもあらず。でこれ100ポイントでちょっと何ですかコメント。え、山中に全部乗ったら資金がなくなった。そりゃそうだ。全部乗る、全部乗ってくれてる人もいるんですね。山中に全部乗ったらなくなりますよ。2車単71200円、3連単714290円でした。うん、あ、2車単花3つ目、花3つ目、花3つ目、合わせて4つ目です。あらあら、可愛らしい花ました。さあ、そして私も当たりました。あ、赤でつけます。イエーイ、夢や、夢や、笑って、わっしょい、わっしょい、夢や、笑顔見せて。夢や、ずっと和風やねん。わっしょいとか、どん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 とか体育叩いてたもん、さっき。和風やねんの。じゃあ、我々はこれですかね。お、でも最終的にはまあ、いや、でもでもプラスです、 100% 超えてます。イエーイ、やったー、初めてですからね。素晴らしいです。ピエン、ピエンですか、これは。ピエンですか。あら、ピエンやな、これは。だいぶピエンよ。さあ、ミサラさん、ポイントどうなりましたか。あー、ピエン、ピエン、大9045ピエンということで。あら、ピエンみたいな、9000。はい、2万ポイント。もう絶対当たると思った、最終レース。確かにね、これ7がね、絶対当たると思った。こんなに71が来てることなかったですから、ね、あー、かわいい、かわいい。長めにちょうだい、長めにちょうだい。あら、長めにやってる。あら、長めにやってる。ピエンってる。ピエンですわ。ピエン、ピエン。あ、ピエン、あれ、ピエン、流行った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 、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、もう一回やってみた。ほんまに、じゃあほんまにゆっくり喋りたいな、ゆっくり喋りたい。イランコメント出たから、ほんまにピエンなんですみたいな。あら、怖っ、怖っ。ほんまにピエンなんですわ、知らんけどね。ほんまにピエン、心配せえや。もう日射がピエンと心配せえ。俺も慢性ピエンやから知らんて。俺も慢性ピエンやから知らんて。鼻詰まりまくっとくでしょ、お前は。くしゃくしゃやった。あれ、やばい、ちょっと、はい、すごい、すごい、インディアンさんが 129% い、初登場で、これは素晴らしいです。本当に。そして西原さんが、やばい、 42%。 あれ、ボンってしてる。ピエン、ピエン。はい、次はお二人を見習って頑張ります。ピエン。あー、急に